その人気の証とも言えるシェアがないなんて。
快適や。約半数の避難が完了した。何言ってんだ、全員避難したわけじゃねえ。それにこいつらを放っておいたらそっちに。ゴー、やれやれ、くれぐ待ってるよ。戦えるのは俺しか。とりゃーゴー。第一待ち人発見。人間モンスターが随分減っているような。やっと私たち以外の人に会えたよ。ち、ここに来て新手かよ。え、なかなかやるじゃねえか。ネプテューヌ、ネプテューヌだよ。ネプチュ、よく言われるよ。見た目によら。もうなんで話を聞いてくれないかな。こっちはいきなり変な場所。あいにく敵と馴れ合う舌は持ってないんでね。人間を模した姿で騙そってなら。そう、だからいい加減にしないと。ゲーム業界一位優しさに定評のある私でも怒るよ。ゲイン、わけのわからねえことをごちゃごちゃと。くらえ、ジェイストスト。二人とも、や、お爪さんでしたよね。それどころかあなたに助けてもらいたいくらい。そうだそうだ、お姉ちゃんも何勝負に乗っかってるの。いや、つい。ちっ、まだ嫌がったか。てめえとの勝負はこいつらを先に片付けてからだ。そうだね、だから行くぞ。俺の番だな。ゴーゼル、ゴーゼル、どうだい。ゴーゼルの番ですね。いたのか。信じられねえな。だから何度もそう言ったでしょ。いや、そうじゃない。お前らが悪いやつじゃないってことは、一緒にいきなり攻撃したりしてすまなかった。よかった、済んだことはいいって。私たちも人に会えてよかったよ。そりゃここには誰も。それよりあいつの手先じゃないなら。私たちいつの間にかこの町にいて。迷子、逃げ遅れてはぐれた奴らが他の町で生き残ってる。逃げ遅れ、生き残っ、今度は何事。どうやら俺にもあいつの正体が何なのか分からねえ。だがな、あいつがこの町を、そしてこの、え、
つがこのヤバい亀裂と。その通りだ。あいつはただ待って。もしかして。あ、そうだ。無理ですよ、あんなに大きいの。よし。え、相手がビルよりもでっかい。そんなの。おね、この主人公ネプテューヌ。言っとくが、助太刀はいらねえぞ。止めても無駄だよ。私の人の話の聞かなさは。二人とも冷静になってください。あんな大きいのと戦うなんて。心配してくれてるところ悪いが、この町をめちゃくちゃにしたあいつだけは目が。ちょっと待って。そういえばまだ言ってなかったな。今からここは戦場になる。巻き込まれる前に。なら娘さんも一緒に逃げましょう。あのデカブツと一緒に、さっきみたいなモンスターの群れも進軍し、逃げ遅れた奴らを逃がすためにも。あの大きいのだけでも大変そうなのに。よし、そういう理由ならなおさら私。お前なんかが太刀打ちできる相手じゃねえ。やだ。逃げろ。逃げない。それこそここで逃げたら。お、それに私たちがいた。どうせ言っても聞かないんだろ。いいか。もちろんだよ。ならせめて一度見たところ、あの大きなのはすぐにこっちには。一理あるな。な、教えてリンス。ハイビルの一室なんだがな。まあ、の、おお、ハイビルを使ってるあたり。うん、何気ないハイビルの一室に見えて、必要最低限の住居設備に、まるでアニメとかで見る。何？お前らこの拠点のかっこよさ。うん、はい。そうかそうか、ここのかっこよさがわかる。さて、時間がないからざっとだけ説明する。さっきも言った通り、あのデカブツが、ま、あいつの厄介なところはデカさだけじゃねえ。建物や生き物を壊すだけじゃない。そしてこの国には生き残ってる。誰も。そっか、まさかと思うけど、全員あのでっかいのにやられちゃったとかないよね。さあな、そこんとこは。けど人間の代わりって言い方。